こんにちは、家庭教師哲夫です。菊田先生です。さあ今日はですね、これも結構前に撮った動画なんですけれども、これ合格体験記なんです。よかったら見てみてください。志望校のレベルに関わらず全力で頑張る子が好きです。はい、今日はですね、今年第一志望に受かった子におめでとうってことで、お祝いのね、品をね、送ろうと思います。これいいと思いませんか。これ顕微鏡。その子はね、生物がすごく好きで、理科とかいつもね、点数良かったんですよ。算数が波があるから、僕は算数をね、教えてたんですけど、見事ね、第一志望に受かって、しかもね、3回あるうちの3回目で受かったから、ほんとドラマチックに受かったんですよね。最後、お父さんにね、お話しようかなと思ったら、今お父さん泣いて出られませんって言ってたぐらいね、お父さんも喜んでくださった。最初のうちはちょっとね、集中力もやる気もいまいちだったんですけど、必ず毎日計算問題、6台ぐらい、これを1日も欠かさず入試までやりきったら、結果に関わらず何か好きなもの一つ先生からプレゼントするよっていう風に言ったんですよ。そしたらね、がぜんやる気出してくれて、何がいいっていう風に聞いたら、先生決めてくださいって言ったらさ、で本当にね、一回もサボらずにね、最後までやってくれたんですね。そこまでやったっていうのが何よりも自信になって、最後の1週間も本当誰よりも勉強してたと思います。だから1回目2回目落ちても諦めないで最後までやれる心のスタミナもついて、頼もしくなって、で受かった後ね、なんとなくね、雰囲気ね、大人になるんだよね。スッと、あんまりね、自信なくて喋らなかった子なんですけれどもね、そういう子がね、ハキハキ喋れるようになったりするもんなんですね。生物顕微鏡、これはスマートフォンを装着できるんですよ。拡大したやつをスマートフォンでパシャッと撮れるっていうものなので、きっとお父さんのね、スマートフォン借りて一緒に撮ったりとかして、そういういい思い出とかもできるかもなと思って、これに決めました。大学生まで使えるって書いてあったんで。これじゃあなんかプレゼント感ないじゃないですか。これね、いつかの包装紙、奥さんが豆に取っててくれてて、包装してみようというチャレンジでございます。これね、昔デパートとかやってるのほんとうまくやる人がいて、それをもうじーっと見てたけど、家帰ってやってみたら全然できなかったっていうね、嫌な思い出あるんですけどね。なんか斜めにこう折っていった方がかっこいいのはわかるんだけど、これはやりやすいのかな。あ、ちょっとだけ隙間空いちゃうのこれ。ちょっと斜めでやってみるか。なんかはみ出して、半分はみ出してやるのかな。すごいイメージわかんないな。おう、おー、いい感じ、いけたんじゃないこれ。ほーら、いけたわ。なんか高級な お酒みたいね。高級なお酒みたいです。上出来じゃないこれ。よいしょ。さて、これを出していきます。さあ今日の動画はここまでです。コメントぜひよろしくお願いいたします。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。